吉谷さん、赤番ね、ありましたよね。私もね、今回2回目の制限なんですけども、やっぱ前回同様、吉谷さんの赤番のことを思い出しましたよいや。私は1週間でいいんだけども、これアカウント版でね、しかも、コンテンツにめり込ました YouTube 動画も聞いてるわけでしょ要するに、お客様に渡した商品もなくなってるわけですよ。これはね、青ざめたんじゃないかなと。 思いますよねしかもセミナー動画とかセミナーもう一回やるって言われても不可能でしょこれはいやーこれ考えたらね本当にあの吉田さんの <laughs> その困難の乗り越え度すごい本当にいに私なんてまだね本当に修行中ですよ、うん、まだまだそう考えたらで修行中の皆のにこうやってね隠居しているという私の場合はこの暮らしが手に入ればいいかなと思ってるんで なんかね、どこまでも進化しようとか、大きくなろうとか、なんかそんなんじゃなくて、自分の鞘に収まればいいかなってところですよね。まあでも転落しないように、いろいろとリスクエッジはしないといけないでしょうけどね。まあにしてもね、結構私は力ついたなーっていう気はしますね、そう思っても。 まあ、まさにね大丈夫力っていうのはやった人しか大丈夫じゃないんだろうなと思いますしまあそれはほとんどの人があ挫折するところでまあ立ち止まらずに這い上がったっていうその力かなと、まあ、まさに七転び八起きといいますか何回倒されても最後に立っていれば勝利できるということかなと思いますけどもうんね やっぱこう挫折の経験失敗の経験イコール立ち上がってきた経験っていうのが人生であってほしいなと思いますねちなみにね、うん、自己責任っていう問題に対して私は基本的に自己責任だと思ってはいるんですよ自分の人生に対して。でも自己責任ではやれない人に対してはやっぱ自己責任を押し付けるべきではないかなって。 っていう,ふうにねだんだん思ってきましたね。えー、というのがやっぱりねどっちを向いても自己責任っていう言葉で片付けられるとやっぱりね自己責任ではどうもできない人が自自暴自棄になるる可能性があるんですよね、うん、その人なりにやろうとしているかやってきたんだけどもうまくいかない時になんかね、うん、なんかこう逃げ道とか温かく包んであげれるような場所がなければ。 それははビジネスは戦場なんでね、あのー、できないやつは置いておけなんですけどもでもこの世の中ってのはビジネスだけで出来上がってるわけじゃないんでビジネスに漏れちゃった人とか競争に漏れちゃった人も幸せになる権利っていうのはやみんなでね少しずつ出し合って守ってあげるっていう風な戦い社会があるといいなと思いますよね。で、う、で、ん、でもそそののたためにはビビジジネネスス勝勝っって 一部ね人を助けれるような養ってあげるような力をね持たなければいけないんで結局気持ちだけではダメということかなと思いますうんでまとめるならやっぱりあの力なき正義って無能なんですよ正義なき力もやっぱり良くないけどもやっぱりね力なき正義は無能なんだろうなと、うん、だから志だけあっても稼げなければ、うん、まあ何もできないっていうところなのかなと思っちゃいますねだからそれは、 自分に強く課題として残してて残おきたいなと誰かに何か施したいならまずお前が余力を持てということですねまずお前が余力を持てと自分自身に言い聞かせながらの今日の放送でございましたそれでは